論者だよ。陰謀論者なんだな。地球は平面であり、コロナワクチンはディープステートが企んだ人口調整の口実であり、米国による原爆投下は嘘。で、出た典型的な陰謀論者だ。いくらなんでも無理すぎる。それを事実というのなら自分の存在がもはや嘘だろ。そもそも地球が平面っていうとんでも論について教えてくれ。一体どういう理屈なんだ？ふふ、それくらい自分で調べなさい。うわ、出た陰謀論者特有の説明を求めたら求めたで教えることなく、相手見下して優越感に浸るやつ。ふっふっ、勝手に言ってろ。貴様らは所詮フェイクに踊らされる愚か者にすぎん。そこをなんとかお願いしますよ。どのように調べたら真実にたどり着けるんですか？しょうがないなぁ。ではわかってる人間の調べ方を教えてやろう。まず、ネットで地球が平面であることが事実である根拠と検索する。するとヤフー知恵袋とごチャンネルが出てくる。そこに真実が載っている。以上だ。調査のロジックが固定された結論からしか派生していない？と初っ端から地球が平面である事実を前提として肉付けする理由だけを調べている。検索ワードに着地点を書くな。ほら、自分で調べる努力をしないからそうやって世間の言うところの常識とやらで納得しちゃってる。お前さては少数派に属する自分に酔ってるだけだろ。うぐ、現実の自分に価値を見出せなくても、少数派意見を掲げるだけで、手軽に真実を知る数少ない一人になれる。うび、無理な少数派意見を掲げることで当然、大多数に反対意見や説明を求められるから、それら大衆をフェイクに騙されてる人々、真実に気づいてない人々と定義づけることで優越感を得ることができ、真実に気づいている優秀な自分を作り出すことができるってわけだ。うびび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 、霊夢が壊れた？うびび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 スホーイ設計局、スホーイ27フランカー。おお、東側を代表する一機だな。スホーイ27は1977年に初飛行し、1985年より運用が開始されたソビエト連邦の第4世代ジェット戦闘機だよ。シルエットはミグ29と酷似しているんだけど、大きさは圧倒的にスホーイ27が大きく、並べてみると感覚がバグります。うん、これはバグるわ。でかすぎんだろ。ミグ29が F16 のポジションならスホーイ27は F15 のポジションと言えるでしょう。少なくとも惑星の位置づけとしてはそれで間違いないだろうな。スホーイ27にはブレンデッドウィングボディと呼ばれる、翼と胴体を分離させずに一体として設計する方式を採用しており、空気抵抗を減らすことに成功しているよ。ということはいろいろと恩恵がありそうだな。その通り、空気抵抗の減少は航空機にとっていいことだらけで、燃費の向上や武装の搭載量アップなどが見込めます。すげえ。また、スホーイ27といえば、高い機動性を持つことで知られており、代表的なものだと、コブラ軌道などが挙げられるね。うわ、なんだこれ、っぽい動きするな。これは水平軌道から一気に機種を上げ、失速するレベルの減速をすることで実現しているの。通常の機体であればこんな挙動は不可能であり、高い失速体制と大きな向かい角での飛行が可能であるなど、様々な条件を満たしているからこそ実現できた挙動なんです。頭おかしいレベルの神設計してはる。さて、このスホーイ27、ゲームでもこんな異次元の軌道が可能なんだけど、実際の試合ではどうかというと、この機動性が特にメリットになるでもなく、エネルギーが激しく削れてはすぐ復活する感じのピーキーな機体に仕上がっております。うんこの、決して弱くはないんだけど、個人的にはミグ29の動きが扱いやすくていいかなと思ったり、これは個人の感想なのか、みんなもそう思っているのか。でも決して悪い機体ではなくて、このスホーイ27最大の魅力は、惑星最多のミサイル携行数にあり、その数なんと10発。10発？ミサイル携行数が多いことで知られる、F15 や F4 ファントムが8発であることを考えると、そこからもう2発も追加で詰めるのです。いやいや、どんだけ持っていけるんだよ。それも決して弱いミサイルではなく、オフボアサイトで機種の向き関係なく放てる短距離 40G ミサイル、R73 に加え、マッハ 5.8 で飛翔する 35G の中距離空対空ミサイル、R27ER と R27ET を装備可能です。R73 もエグいけど、マッハ 5.8 って何？マッハ5以上ってそれも極超音速ミサイルじゃねえの？こんな感じの惑星最強クラスのミサイル攻撃能力を持つ機体となっています。機体の挙動は人を選ぶがミサイルキャリアーとしては誰が使ってもつよつよじゃんか。それでは今回はそんなスホーイ27で行くざます。あいあいさ。今回の試合はベトナムの戦い。燃料は30分。固定武装の30ミリ機関砲には空中目標ベルトを採用しました。肝心のミサイルはどうなんだ？まずは近距離ミサイルに R73 を4発。まずはで4発って。そこから中距離ミサイルにはレーダーロック必須な R27ER を4発と、赤外線誘導にも対応している R27ET を2発携行しているよ。3種のミサイル計10発持ちですか？凄まじいな。今回の試合はダイジェスト形式でお届けしようと思ったんだけど、アップデートが近かったので、短い1試合の動画とさせていただきました。まあ、こればかりはどうしようもないな。新型が来たらこっちのフランカーに乗ることはなかろう。今度の大型アップデートではついにアクティブレーダーフォーミングの時代が来ますからね。楽しみ楽しみ。ミサイル詳しくないが、そんなにすごいものなのか？後の機体紹介のネタをここで話すわけにもいかないので、あえて説明はしないわ。ただどうやら、フランスには 50G ミサイルが実装されるそうで、もしかしたら派遣ミサイルになるかもだね。50G って、戦闘機搭載は初だよな。えげつない曲がり方するんかな。楽しみだ。さて、画面では着実に加速していってますが、
見ての通り、フランカーは機体が結構ふらつきます。フランカーだけに、ここが好みの出るところなんだけど、無視された。MiG-29 や F-15 や F-16 などは高速域でも姿勢が安定しているので、それに慣れてる人がこれに乗ると違和感や不快感を覚えるかもですね。個人的にはふらつくのがメリットになるとも思えないので、可能なら幅広い速度域で安定して飛行できる機体がいいです。でもフランカーは低速域での安定性もすごいからな。普通なら失速する速度や失速せずとも操作がまともにできない低速でも動いてくれる。その特性を考えれば、高速域のふらつきなど問題にあらずって感じだぜ。まあ確かに、ふらついたからって墜落するでも、操作を受け付けなくなるわけでもないからね。この機体のチャームポイントってことで、愛されてんな。さて、レーダーに映る敵を攻撃していこうじゃないの。距離は30キロ以上離れてるぜ。これいけるのか？飛行している向きとかも影響してくるけど、30キロ以内で撃ちたいところね。とりあえず、撃ってみようかしら。当たる距離なのかな。なんとも言えないこの感じ。高度も相手が上だからちょっと苦しいんじゃないか？それならもう1発撃てばいいじゃないの精神。ミサイルはふんだんにあるからな。無理ぽ。これ次の撃っていいのか判断に悩むやつだ。まあでもさすがに当たらんでしょう。もうちょっと距離詰めてからでいいんじゃねえか？それもそうね。はい、なかなかいい感じの距離になってきました。距離10キロ、これはいけそうだな。お、当たったな。さすがにあの距離は遠すぎたようね。中距離ミサイルの射程50キロくらいだと思ってたわ。無理があろうかと思われます。おいおい、かなり視線上から離れちゃってたぜ。さっきの敵に夢中だったからね。ここからは視線上に向けて全力の突撃を敢行します。速度とミサイルに物を言わせた脳筋突撃。まずはこの下にいるタイガーシャークをやろうかしら。雲で隠れたぞ。おまけに速度警告まで出たので攻撃をキャンセルしました。全力突撃してくださいね。チキってちゃダメですよ。いやいや、これは戦術的チキリだから。戦術的チキリとは、戦術的撤退みたいに言われても意味不明だし、ダサすぎる。だがそれがかっこいい。ないです。さあ、今度こそミサイルぶっ飛しまくってやるわよ。おう、今度こそ頼むぜ。いけ。お、当たった。まだまだミサイルはあるわよ。フォックスなんとか。まずい、正面からミサイル。なんとか回避。よく被弾しなかったな。これ速度落としすぎたらすぐに撃墜されちゃうわよ。このままここから離れましょう。ああ、キルは十分稼げたからな。あとは無事にこの戦いを終えることができれば OK だ。しかし敵さんはそれを許してはくれなそうですぜ。これは全力フレア案件。さすがに回避できたかしらね。相当フレアを使ったからな。その後は F-16 から逃れ、無事飛行場に到着。残る敵は1機だけのようだな。敵さん、何かの拍子で座席射出してくれないかな。そんな都合のいい話はないでしょうよ。ありました。敵、突然のログアウトにより勝利。なんかミサイルを余らせちゃってるのがもったいないわね。もっとぶっ放したかったです。そうだな。結果発表だにょん。結果は4機撃墜のシビアダメージ2の1位ね。ついに出たな新概念、シビアダメージ。最近の録画ってことだな。そういうことだね。今回の試合みたいにミサイル余らせちゃうくらい持っていけるので、ミサイルいっぱい撃って幸せになりたい人はぜひ乗ってみてね。トリガーハッピーのミサイル版みたいなやついるのかよ。世界は広いからね。お前が言うんだから相当広いんだろうよ。ということで今回はこの辺で、次回からメッサーラッシュ後半戦に突入していくから、そっちの方もよろしくだぜ。それでは皆さん、アスタラビスター。